はい、皆さんこんばんは、 B レジェンド鍵谷です。今回もグアム編で、やってまいりました。ご覧いただいた通りパラダイスフィットネスですねの方に来てまいりました。はい、入る前になぜか本堂トレーナーが裸でした。怒られないのはこれは日本ではありえないですが、グアムでは OK ということですね。ベンチプレッサーなんでなぜか足は出さずに胸だけ出します。でモハメド・アリの写真とかね、なんかこんな感じでサッカー選手のウェアとか置いてありました。お店の中はまあこんな感じですね。でこれが2階と1階に分かれてまして、お、辻本くんがサプリメント事業部、辻本くんなぜか運転でもう見るからに猿ですねこれはね。はい、でまあ2階1階分かれてて、ゴールドジムさんとかね、一部の店舗はこんな感じで広くなってますね。はい、でこちらの方は、自転車のねレッスンをするところですね。あのスピンバイクがたくさん置いてあって、まあ、日本でもね最近少し出てきてるんですけれども、みんなでこれをひたすら漕ぎまくるというレッスンですね。こういったものもあります。はい、でこれは上野くんがジャンプしてましたね。まあ、こういう使い方もありますね。でなんかこういうのも面白かったですね。トランポリンにメディシンボールを投げるという、はい、でライフフィットネスのこういうなんていうんですかね、ジャングルジムみたいなのがありました。はい、でこの下の部分のこの黄色いところにですね、シャフトを刺してプレート乗っけて、こう T バーみたいなね、感じでこうショルダーをやったり、こういうねまたいで T バーローみたいな感じでやったり、こういう使い方、あとサンドバッグなんかもね横にありました。これあの大林トレーナーがなんかボクシング経験者なのか、なんか上手だったんでびっくりしてましたけどね。はい、でこちらはスタジオでございます。またスタジオでもねちょっとレッスンを受けてきたので、これはあのトレーナーさんですね。またその動画もアップしますね。はい、こんな感じでこっちが受付ですね。入り口から受付です。はい、で奥の方に進んでいきたいと思います。有酸素のエリアがねありまして、バイクがあってトレッドミルがあって、その奥にマシンがあってフリーウェイトのエリアですねがありました。こんな感じで、ね、結構大きいですね。一応ここの店舗、まあ前回の動画で出てきたパラダイスも同じパラダイス系列なんですけれども、ここのパラダイスがグアムでは一番大きいジムだというふうに支配人が言ってましたね。で本堂君は、これをこれねプレートが1枚45ポンドって言ってたと思うんですが、45ポンドが4枚ずつついてるんですかね。ちょっと重量よくわかんないですけど、はい、はい、この補助では多分潰れそうですね、地元君の補助。はい、行きました。でこんな感じでね、はい、やってます。はい、こういうとこですね。はい、2セット目いきますね。どうも、このブリッジですよね。ベンチプレッサーのブリッジ、肩甲骨をベンチに刺すって言いますけどね、肩甲骨をベンチに刺すようなブリッジで、はい、耐えます。はい、ちょっとバランス崩れてますが、なんとかいきました。はい、なぜ USA みたいなね。はい、でロープもあったんでやってみました。本堂くん登ってますね。そして辻本くんも、お、辻本くんさすがラグビー部、地面からいきますね。やりますね。おー、いきますね。素晴らしい。そしてこの流れは当然私もやりますね。そして手が滑って手が痛くて上がりません。はい、して運動君はこの時減量中だったので、もうベルトが、ベルトもね、日本から持参してきてましたからね。はい、ベルトもね、はい、持参できてました。ラップをリストラップ巻いて、ね、いつもなんか穏やかなんですけどね、やっぱベンチやるときはこんな感じで結構厳しい表情になってますね。やっぱりアスリートですね。そしてなぜ USA って感じですよね。はい、もう1回プレートが4枚ついてます。4枚ずつですね、8枚ついてます。そしてこのブリッジ、
まあ、ベンチの大会だとねお尻もついてないとダメなんでね、まあ、当然ここから肩甲骨を寄せてベンチに刺した状態でお尻をこういう風につけるんですけどね、ちょっとお尻浮いてますね、はい、こんな感じですね。そして今度は田中トレーナーのスクワット、これも何キロついてるのかな、140、140、150、160キロぐらいですかね、いい、きますね、深いですね、ベルトしてないけど大丈夫なんですかね、ちょっと心配ですが、いい、上がりました、もうフラフラですね、大丈夫ですか。そして、まあ、こんな感じでね、女性の方もねやってましたね、なんかすごい格好してましたけどね、かっこいいですね、モデルさんかなんかフィットネスモデルかなんかかもしれないですね、はい。そして、サプリメント事業部上野くんの、ハンマーカーとアームカールですね、ハンマーストレングスのマシンでアームカールですね、これもかなり集中していいトレーニングができていますが、よく見ると足はサンダルみたいなね、足はサンダル、はい、ドロップセットで追い込んでましたね。で今度は同じくハンマーストレングスのマシンでローイング、なんだローイングかな、ラットプルかのマシンを使ってる辻元トレーナーです、ね、スクリプトのフォームで丁寧にやってますね。まあ、こんな感じでねジムあるんですが、まだちょっと動画たくさんあるので、スタジオレッスンも含めまた次の動画で紹介していきたいと思います。ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。それでは皆さんさようなら。